すぐそこやわ。ベース。歩いて来れる距離やった。すいません。ここっすね。はいはいはい。これ何？なんかあることある？ここで。ディアールがパルキアの像と比べ遠く離れた場所に壊されたまま置かれた像。何を表しているかわかりますか？わからん。全然わからん。ディアールがパルキアに打ち勝った最強のポケモン使いでも知らぬことがあるのですか？壊され朽ちた像はディアールがパルキアと同格にして追放されたというポケモン。あー。はい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 。ギラティナを模したもの。暴れ者ゆえ世界の裏側に潜んでいましたが、いつかアルセウスに牙を向こうとした存在のようです。アルセウスに追放されてなんか、裏側の世界みたいなとこ行ったんやったっけ？あー、天眼山？そうです、天に近い場所、そして時空の裂け目が生じた場所です。山頂か。世界の秘密に近づいているのではだという高揚が自分を饒舌にします。自分幼き頃より辛いことや悲しいことがあるとなぜこんな目に遭うのかとひたすら考えたものです。ま、皆さんそうですよね。それで自分は自らの好奇心、向上心に忠実であることを選びました。強く興味を惹かれたのは神話、歴史、遺跡などです。なぜならそれらを調べることで世界の成り立ちが分かれば、より良い世界の創造も可能ではといったことを無双しましてね。さて世界の裏側が見つかれば、荒ぶる神の子と出会えれば、神王様のことも何やら分かるかもしれませんね。今一度天眼山神王神殿に向かうとしましょう。ディアールがパルキアが裂け目より現れたことにより何かプレートに関するものも出現しているかもしれません。うっけー。いやー、ウォロいよいよやな。ついに高払い始めたぞ。まあ、俺はもう最初から絶対に悪者やと思ってたから、なんか、何の、驚きもないけど。そろそろ勝負挑んできそうやな。立ってる場所おかしいもん、なんかもう。もう話の流れ的にギラティナ使うんかな。もう目見えへんもん。神殿も壊れ、まるで槍の柱ですね。ギラティナですが、どうやらいないようです。どうかしましたか？いや、失礼。どうかしているのは私ですね。私、ウォロの本当の目的をお話しすべきですか。私はアルセウスの存在を確信した時から、どうすればアルセウスに会えるのかそれだけを考えておりました。アルセウスに挑もうとしたギラティナを探し出し、時空の裂け目を開けさせたのもその一つ。ちょっと待って。壁画に残されていたように聖なる神の欠片をあなたに集めさせるのもその一つ。あれお前がやったの？神の欠片たるプレートは18枚。あなたが持っているのは17枚。ではあと1枚は？ここにある。あ、まあそういうことやろうな。お。本当の姿。何この服？かっこよ。何その髪型？すごっ。さあ、集めたプレートをよこしなさい。私がすべてのプレートを揃えます。私はアルセウスに会いたいという好奇心を抑えることができない。アルセウスと会うことができ、さらに従えることができたならば、より良い世界を想像できるか試す。ダメだったら、帰る。もっと世界を改めて想像するなら、翡翠地方は一瞬にして無となる。あなたもあなたの知る人やポケモンも存在しなかったことになるでしょう。世界が消えるのを止めるなら私と戦え。もっともあなたにその気がなくてもプレートを奪うために挑みますがね。これで俺がウォーグル乗って急に逃げていったら、ウォローめっちゃ走って追いかけてくんのかな。待ちなさーい！ポケモン使いのウォローが勝負を仕掛けてきた。結構ガッツリ悪者になったな。投げ方かっこよ！何今の！絶対どっかで見たことある。多分なんかのプロ野球選手の投げ方やと思う。何やったっけな、あれ。あー、ていうかミカルゲか。ってことは結構白な寄りのポケモン出してくるかもんな。ミカルゲか。フェアリー技だけが通るか。まあ、ならクレセリアに交換してムーンホース力技。倒せはせんかも。ミカルゲレベル68強っ。しっかり強い。ミカルゲー。あと、何だっけ、ルカリオ、トゲキッス、ウィン、あ、結構ポケモン違うな。ウィンディ
噛み砕く痛い。クレセリア下げてエンペルと噛み砕かれてたとしても、おお大奮撃。外す。ハイドロポンプ力技。まあ当たるでしょう。で死ぬでしょう。オッケー。まあガブリアスをエースにしてるのは間違いないと思うけど、ルカリオ入った。インファイト、これはエンペルト落ちたかも。まあしゃあない。エンペルトお疲れ。まあガブでいいんじゃないかな。ガブの、大地の力。いや、これ、後のこと考えて通常でいいや。ゲー。まあレベル85のガブリア数は耐えられへんやろ。トゲキッス。トゲキッスか。フェアリー技打たれると面倒くさいので、エレキブルで。エレキブルが毎回デカすぎて画面に映らないんですよ。うわ、雷パンチ力技で落ちへんかな。どうですか？落ちへん？落ちた。オッケー。衝撃っす。お、ガブこのタイミングで出してきますか。力技、まあ地面技打たれたら、エレキブルは落ちるね。お疲れ。ガブリアスどうしよっかな。ガブリアスにガブリアスぶつけてもいいんですけど、まあせっかくなんで力技ムーンホースで落ちるんじゃない。さすがに。おお、ちょっと残るか。マジか。回復の薬。あー、これ、おお、オッケー。ムーンホース力技再び。あの残り方やったら多分落とされへんな。オッケー。まあしゃあない。早技ドラゴンクロー残るでしょう。これムーンホース早技力技で打ったらもしかしたら2回行動できたかな。まあどっちにしろ残ったからよしとする。クレセリア硬い。硬くていいね。で最後がロズレイド。オッケーオッケー。まきびし三日月の祈りで回復入れときましょう。全回復させよう。花びらの舞煙幕で外す。三日月の祈り。嫌な気持ちになれ。さあ当たるか。巻きびし。巻きびすね。巻きびしって3回ぐらいまで。花びらの舞の熱が冷めてる。悲しい。これでサイコキネシスで、まあ、力技じゃないとまずいかな。早技、力技にしてみるか。どんなもんですか？あ、でも全然入るね。んなら。はい、終わり。ゲーイ。終了。勝ちましたわ。この後じゃあギラティナ戦かな。なぜあなたごときがアルセウスの加護を得ているのだ。得てんのかな俺。ひどい目に遭ってるだけやけど。なぜだ、なぜなのだ。世界を作った存在として大いなる好奇心の対象として神話を調べ上げ、これほどまでにアルセウスに浸水しているというのに。だからちゃう。よそも飲め、時空の裂け目から落ちてきたのはこの時のためか。いいえ、まだ終わりではありません。感じませんか、神丹からサムからしめるこの異様な気配を。ビシャーン。なんか水っぽい音したけど。わあ、ギラティナか。連戦かな、じゃあこれ。大丈夫？あ、いや、あいつの味方か。むしろ時空の裂け目作らせてたみたいな言ってたもんな。こんにちは。ギラティナダーセよ。かっこよ。できるか、でもこの状況。さあギラティナ、めっちゃ変な BGM でおなじみのギラティナ。爆風。あー、そっか、そうなっちゃうか。さて、どうしようかな。凄まじい力に満ち溢れている。シャドウダイブ。あ、
と、これは爆風落ちたな。どうしましょうかね。効果は、そっか、ドラゴンついてるか。あと、ゴーストでもいいけれども、まあ、ガブリアスのタイプ1ドラゴン技の方が強えかな。ガブリアス、しかも2回行動じゃないですか。これ、早技で打ったら3回行動になったりはしないか。で、激凛からの、もう1回行動できるから、あ、もう1回激凛で終わりです。これって、さすが、あー、ポケモン捕まえられへんよ。この状態でボール投げてゲットできたらめっちゃ面白かったけど。ほい。じゃあ倒しちゃいましょう。ありがとうございました。え？え？何？ああ！オリジンフォルムになった。え、こっちがオリジンフォルムやな。あ、ギラテの BGM や。かっこよ。あー、2回ドラゴンクロー、これは耐えられへん。いやでも結局これちょっと待てよ。クーレセリア出してガブリアス蘇生するか。念のためにガブ生き返らせて。お、グラティアの、完全にグラティアの BGM や。強っ。しっかり強い。うちの今完全なエースがガブやから、これ早技激凛で、あー当たってほしいな。外れると結構きつい。外れるか。ドラゴンクロー、オッケー。力技激凛が当たらない。ガブリアスが再び落ちる。これ結構厄介やな。インパクトある。波動ダイブ痛すぎるな。ロズレイドダウン、ガブリアス出す。念のためにクレセリア蘇生させときますか。ドラゴンクロー一発は耐える。力技激凛を当ててくれ。オッケー。これ当たったら落ちるんじゃない。うわ、落ちない。やるね。で、これでガブリアスは落ちちゃうけれども、HP ええ感じで減ったから、しかも煙幕このタイミングで消えるから、クレセリアのムーンフォースで、これ回復の薬とか使ってけへんよな。まあ、ムーンフォースで終わり。しっかり強かった。おー、すげえ。というか、なんか、ギラティナの BGM のアレンジめっちゃかっこよかった。あれいいな。ギターから入んの超かっこいいな。よし。逃げるとはなんと不甲斐ない。逃げたんや。え、逃げるんや。お前がアルセウスに挑むというから力を貸してやったというのに。時間空間の神を土地狂わせ、創造神を引きずり出すために時空の裂け目を開けるきっかけを作ってやったというのに。全部教えてくれるじゃないですか。ありがとう、ウォロさん。なぜだ、なぜなのだ、アルセウスよ、心あらば教えてくれ。古代神王神の血を引く私の何がダメだというのか。そもそもこの世界は想像し直す必要などないのか。このような時でも私は好奇心を満たさねばならない。トアノシンさん、あなたには夢があるのか。ある。お金持ちだ。あなたの夢はきっと私とは相入れない。私はポケモン使い、あなたはポケモンと共に戦うもの。私は結局一人でしたが、あなたは違う。ポケモンと共に夢を叶えのでしょう。私の物語の始まり、ギラティナから受け取ったプレートもくれてやりますよ。私の物語は今の敗北で終わりを告げるのですから。あら。そうなの？ありがとうね。あ、じゃあプレート全部集まったか。翡翠の地にあるとされるすべてのプレートが集いましたか。お、これは天界の笛。え、なにこの海外の果物みたいな。天界の笛。
あ、で今の髪投げの笛か。展開の笛かと思った。それはまさか、まさか、まさか、展開の笛。アルセウスとあなたなんかと会うというのか。ま、もうわかるやろ、大体流れで。そのためにあなたを招いたというのか。見たくないのですよ、アルセウスとあなたの開口など。ましてやあなたがアルセウスに勝利するなど認めるわけにはいかない。いつかいつの日か、水地方のポケモンすべての神話、その謎を解き明かし、アルセウスに会ってみせる。いや、従えてみせる。何年、何十年、何百年かかったとしても。なんか普通に去っていったけど、逮捕した方が良くないあれ。おー、じゃあここで、神と呼ばれるポケモン。すべてのポケモンに出会い、神王神殿の祭壇で笛を吹く。え、じゃあ全然すべてのポケモンと出会ってないから、これ虚しく鳴り響くんじゃない？なんか条件満たせてない時にこれ吹いたら虚しく鳴り響けんかったっけ？あれ？ええ感じの音鳴ってるけど。けえへんわ。よかった。びっくりした。ん？アルセウス方にメッセージが表示された。すべてのポケモンと出会え。リマインド。リマインド送ってきた。まあだから、図鑑埋めんのかな？図鑑すべて埋めたら、アルセウスと出てくるよって感じかな。なるほど。はい。というわけで、ポケモン図鑑全部完成させました。とあの新図鑑です。よろしくお願いします。すべてのポケモンと出会いという目的を達成した。君はどこに行くべきなの？なんで急にアホになんねん。そんな槍の柱に決まってるでしょ。水地方で最も天、すなわち宇宙に近い場所です。そこで何が起きるのか科学者として非常に興味がありますが、これは君の冒険物語です。君だけで確かめるべきですね。いや、いいよ、ついておいでよ。後ろから見てるぐらいいいよ。遠くで舞ちゃんが見てる。君は神王神殿に向かう、僕は神図鑑をさらに精査する。お互いにやるべきことをするのです。おー、ありがとうな。というわけで、メインストーリー進めるになりました。というわけで、行ってくるわ、舞ちゃん。舞ちゃんちゃうわ、ヨネちゃんや。ごめん、名前間違えた。間違えて子孫の名前呼んでもた。動画では多分一瞬で埋めたように見せてると思いますが、まあわかると思いますけれども、図鑑埋めるの超大変でした。で、ちょっとね、これ図鑑完成させてからアルセウス戦、ちょっと収録の日が違いまして、というかポケモンアルセウスちょっと久々に触るんですよ。大丈夫かな俺。操作とか若干怪しいんやけど。大丈夫かな？これ戦いになるよね。ま、俺らにはガブリアスがおるし大丈夫やろ。ガブリアスが全部どうにかしてくれるわ。ちゅうわけで。おい、神様。集めてきたぞ。大変やったわ。ふざけんな。そもそもなんで俺がこんなことしてなあかんねん。俺じゃないとあかんかったんか、これ。理由とか全然聞いてないねんけど。まあ、頑張ったけど。あとめっちゃ雨降ってる。もっと天気いい日にすればよかった。ごっつ天気悪いタイミングで呼んでもうた。あの階段出てくるのかな。これあの没イベントで、おお来た。光の階段が現れた。これ実際にはダイパには入ってない演出やねんな。この階段がガーって出てくるの。没イベントで。ただ、なんかあの、ゲームのデータ解析すると実はイベント自体は入っててこれが見れるらしくて、僕もずっと動画で見たことあるんですけど、多分これが公式設定として出てきたのは初めてなんじゃないのかな。この上に上がったところに、なんやここ宇宙やん。で、ここにおるのか。わざわざ作ってくれたんか俺のために。ありがとうな、こんなおしゃれな空間を、こんな映えの空間を。ありがとうな。すげえ。なんか何模様って言うんやったっけ、こういうのって。幾何学模様でいいのかな。おらんやん。呼びつけといて。あ、これもまさか振り向いたらいる演出。おー。ああ。すげえアホ面やった今。
お前はお前でよく気づいたな、今。もうもはや、トアノシンも人間を軽く超えた存在になりつつある。ミガールセウスちゃんですか。直接言うたらええやん。何よ。あ、違うの。アルセウスに、こんにちはって文章出てきてるわけ。お、沈め玉これ。ん、いや、モンスターボール。いやー、バトルっぽいな。どっち、沈め玉戦、ポケモン戦、どっちにしろガブリアスは先頭にしてあるから、いけるっちゃいけるんやけど、なにこの BGM、 怖い。なになになに、なんか怖いし始まらん。あー、沈め玉か。オッケー、ちょっとまず行動パターンみたいな。おーおーおお、うわわわわ、なるほどなるほど、はいはい、なるほどなるほど。ちょ、俺起き上がる、ちょ、なんでこいつ呼んどいて俺を殺す気満々やねん、おい。これなんか嫌な予感がする。うお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 お、こいついつ攻撃したらええねん。沈め玉当てるチャンスが全然ない。なに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 、それ知らんわ。うわー、いつの周りが安全と見た。今、なんかめっちゃ攻撃したんすよ。どこいた？おー、ここ、うわー、なるほど、それ読めたわ。何回かやられましたが、そのおかげで完全にアルセウス極めました。こうですね、この地面アタック、こうです。あれあれ、アルセウスさんいいんですか。神様なのに人間相手に攻撃パターン完全に見切られてますけど、恥ずかしくないんですかね。次ビームな。これはちょっと離れて避けた方が個人的に避けやすいので、もうこれは完全にリズムゲー。はいはい。で、最初攻撃パターンが多分こうやな、うん、2つしかないよな。おい、でもうすぐ多分次のパターンに行こうかも。体が赤くなるやつね。体が赤くなったらどっかへワープして、で自分の周りだけが安全で、それ以外が攻撃パッド、攻撃範囲っていう技になるから、ほいで、これは割れ目に近づいてこのタイミングで避ける。離れてるとパターンが、パターンというかタイミングがよくわからなくなるから、ビームね。ほい、近づいていくか。おいおい、この次の地面衝撃波が急に来られるのが一番きついで、もうこのアルセウスの周りがアンチのやつは完全にボーナスタイムやから、このタイミングで衝撃波来る。これ、あ、ビームか。ビーム中攻撃のタイミングがないな。なんかうまいことやったらいけそうやねんけど、まあ一応慎重に行こうと思って。あ、これこれこれ、もうこの距離で不意に出されるのが一番きつい。よいしょ、よっ、まずい、これ避けらん、あ、避けられた、危ない、よいしょ。そろそろなんか新技打ってきてもおかしく、危ない危ない。これね、後半になるとこの隕石の範囲がめちゃめちゃに広い、いて、避ける方向が悪かった。ほいほい、あれ、なんか新技を使ってこないっていうか、ちょっとなんかすごい衝撃波に一生やられてる。あれ、なんかもう一個攻撃パターンあんねんけど使ってけへんな。いいんか、アルセウス終わるぞ。いや、お前がいいなら俺はいいけど。何これ、ちょっと待って、このこれ、マジで知らん、マジで知らん、これ何、ちょ、ここに来て急に俺も知らんパターンが。あ、多分これ、この紫消さんとまずい。オッケー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 。で、ポケモンを投げて戦え。で、アルセウスにポケモンを投げれるわけですけど、瞑想攻撃力上げてきた。なるほど。アルセウスの攻撃パターンなんですけれども、まあ、激凛。
どれくらい減るかな。半分以上減ってくれると嬉しいが。アルセウスってノーマルタイプなんで全然減れへんな。こんな硬いんや。そう、アルセウスは、今出しているポケモンに対して効果抜群を取れるタイプに変身して攻撃してきます。卑怯者です。ガブリアスに対しては氷タイプに変身します。で、なんで、まあ、ヒードランでいいかな。今、氷タイプになってるから、もうこれに対してマグマストーム当てれたら、当たれ！外したらまずい！外したらヒードランくんさぁ。君さぁ。次何になった？地面タイプ。ふふ。怖ぁじゃないよ、お前。お前が悪いぞ、それ。そらそうやろ。ハイドロポンプ。何してんねん、お前。さっきから何してんねん、ほんま。ドラゴンタイプになった。もう、うちの手持ちの伝説ポケモン当てにならん、もう。オッケー。で、これで、アルセウスが、体勢崩すから、ここでどう？全然体勢崩れてなくない？めちゃめちゃ4本足で立ってるけど。痛い！まずい！まずいけど、どうにかしよう。よいしょ。で、これ避けて、どう？どう？よし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 。いや、これは俺が倒れたように見えるけど、敵が倒れてるから。君の勝ちでええんちゃう？うわ、強かった。めっちゃ苦戦したわ。すべてのポケモンに出会うあなたは見事成し遂げました。あ、はい。なんかください。諦めなければ思いはいつか叶えることができる。あなたの活躍はそれを表しています。え、あ、はい。古代の英雄、彼らと同じように、地面空間を超え、改め、あ、時間空、ごめん。ディアルガを地面の神様にしてしまった。時間空間を超え、改めて示してくれたことを喜びます。この世界にあなたを呼んでよかった。え、うん。これからのあなた、そしてあなたが生きていく宇宙を、私は祝福しましょう。私の分身をあなたに託します。願わくばより近くで共に世界を見せてあげてください。え、あ、はい。断りづら。レジェンドプレートを受け取った。万物の力が宿った石板。あらゆるタイプの力を得る。ああ、これ使ってたんか、君。え、分身ってプレートのこと？アルセウスをもらえるのかなと思ってんけど、アルセウスをもらえるわけじゃないんですか？え？ああ、肩凝った。はあ、え、あ、はあ、アルセウス本が反応している。誰かと戦う。どういうこと？誰かと戦ったらどうなんの？ああ、戦えるんや。へえ。いや、何もせへんけど、そう、今終わったばっかりやし、疲れてるし、いや、うちのポケモン全部瀕死やし。こんにちは。これ神様なんですけど、どう思います？で、ああ、そういうことやな。アルセウスが相手の、効果抜群取れるタイプに自動で変わって、しかもタイプ1。強っ。強っ。あ、これは強いですね。コリンク相手やから地面タイプになったけど、ケムッソ相手なら多分裁きのつぶてが飛行タイプになるんやな。飛行タイプに変身して、相手に絶対に効果抜群になる技を当ててくれると。強っ！めちゃめちゃ強いやんけ。なるほどね。ちょっと、いろんな人のとこ回ってみたんですけれども、あんまり、お話が進まないっぽかったので、まあ、ストーリー的には完結してって、最後におまけでこのアルセウスを捕まえれますよって感じかな。なので、動画的にもまあこれで、まあ一応サブクエストとかね、やってないのあったりするんですけど、まあその辺埋めていくのは、さすがにちょっと、めちゃめちゃ地味なので、動画的にはこれで、終わりっていうのがちょうど綺麗かな。というわけで、ちょっとね、あ、すいません、あ、そうですね、うん、ごめん。またしてもうたというかね、だいぶのんびり図鑑埋めをやってたので、ちょっと遅くなってしまいましたが、
これでね、アルセウス、レジェンズアルセウスの実況動画、終わりたいと思います。今年の末でしたっけ？あの、ポケモンの新作が出るの。なんかすごいペース、あ、びっくりした、踏まれたかと思った。あの、戻ってくれて大丈夫ですよ、ほんまに。あの、すいません。長い間ご視聴ありがとうございました。これで、動画終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。俺、帰られへんってこと？現代に。え？嘘？